めましてですね、私の誕生日1997年生まれの11月28日です。2015年の4月3日で半身麻痺、脳内出血になってしまって半身麻痺になりました。その当時は私は高校3年生でした。高校3年生になる春ですね。春でした。もともとインスタグラムとかをしていて、そこで出会ったフォロワーさんたちにこうコンタクトのつけ方とか靴の履き方とか歩いてる様子なのを知りたいっていうリクエストをいただいて、当時はまだ IGTV っていう機能がなくて、動画があまり長い動画が載せられなかったので YouTube を始めました。で、皆さんのためになればと思って今コツコツやってます。午前中にジムのお仕事をしていて、午後からは YouTube だったりとか、あとは、誘いとかがあったらラジオで出演させていただいたりとか、まあ、時と場合によってはテレビの取材を受けたりとか、新聞だったり、あとモデルのお仕事をさせてもらったりとか、いろんな活動、お仕事だったりボランティアだったり活動しています。麻痺になる前はもう高校3年生の春だったっていうことで、まだ学生だったんで、まあ、夢いっぱい、まあ、今は夢がないわけじゃないんですけど、夢いっぱいで、大学は海外行きたいとか、将来の夢は、その時 CA 目指したんで CA になりたいとかあって、まあ、まあもちろん健常者だったんで、まあ、全てが変わったかな。でも何だろう、人生は昔に比べたら今の方がすごくより楽しく生きてるんじゃないのかなっていうのを感じられてます。まあ、その理由としては、なんか前までは学校行くのが当たり前で、友達と会うのが当たり前でって、なんか当たり前ってその時思った生活が、病気になってからは当たり前じゃなくなって、こう歩いたりとかどっかに出かけることがすごく幸せに感じるようになったし、まあ、入院生活も長かったんで、こう好きな時に外に出たりとか外の空気を吸えることが今ではちゃんと幸せだなって感じられるようになったから、なんか昔に比べて幸せがいっぱい感じられるようになりました。あんまり私は深く考えないようにしていて、障害であるからなんかできないこととかもちろんあるけど、まあ、でもそれはできないことが嫌なことだと思わないようにしてます。まだ健常者の時だってできるスポーツとかできないスポーツとかいろいろあって、得意不得意、まあ、その中の一部だと思って、まあ、半身麻痺になっちゃったから、ちょっと例えば遊具っていうか遊ぶことにしたらジェットコースターとか乗っちゃうら危険ですって先生が言われて乗れなくなったけど、まあ、運動に関しては何かヘルプなんか助けを呼べば、なんていうの、心のバリアフリーっていうものを知って、こう階段とかも厳しいところとかあったけど、半身麻痺に登るの大変だなと思うところとかも友達をおんぶしてくれたりとかしたりとかしてくれるから、その心のバリアフリーっていうのがあるから、そういうの解決したりとか、まあ、別に半身麻痺だったからだったから、あ、もう嫌だなと思うことは結構私の中ではなくて、別にこの人生普通に楽しいし、あと気にしてないっていうのもありますね。あんまりなんか半身麻痺だからとか、まあ、周りの友達もあんまり気にしてない、私が半身麻痺であることは気にしてないみたいなので、自分も気にしないようにしてます。今後の目標は、こう今 YouTube を始めてたくさんの方々に見てもらえてるので、私は海外に行ったりとかして、こうもっと新たな挑戦とかをしてみたいなと思ってます。もともとはシンガポール航空に CA になりたくて、結構英語を勉強してたんで、こう海外に住んでみたいなっていうのをか思ってた人なんで、まあ、住むのが難しいかもしれないんで、旅をしながら今後 Vlog 撮っていったりとか、いろんな国の新しい情報をアップしていったりとかしていきたいなと思ってます。ありがとうございました。皆さん今後ともよろしくお願いします。Every time, every single, every
さあ真ん中どこだ？あれ？お、すごい。かなりいいですね。血圧を何個取ります？中華です。中華美味しい。それはチンジャオロース。チンジャオロース。ピーマンがね、結構ちょっとずつ美味しい、うん、なんかさ、チンジャオロースってさ結構ピーマンしなってる。うんうん、確かに、うん、すごいしっかりしてる。歯応えがある。黒いイメージじゃない？それはわかる。なんか味濃いぞみたいな感じのさ、うん、色のやつが多いけど。そんな感じじゃないけど。見た目めっちゃなんかあっさりしてそう。あっさりしてる。うん、美味しい。